ストリュー。どれぐらいの声が出るの、そういう時か。キャーぐらいですかね。さすが舞台界のプリンス。すいません、今自分でもびっくりしちゃった。今のテンションで言える？大貫君裸だけどもはや普通に見えた。俺の中でやっぱおかしかったのはお二人ですよね。いやでもここはやっぱりこうしたほうがいいって、どんな頭で言ってんだろうと思ってね。こんなね。どうなんですか、 Z 世代の、お父さんお母さんって多分僕らと同じ世代ですよね、きっと。 Z 世代どういう、まあ西畑君とかもかちゃんとの話になっちゃうけど、別にそんなジェネレーションギャップは自分が気にしてたほど感じなかったんですよ。うん、親子ほど年も離れてますし、畑違うって言ったら声がありますけど、アイドルってあるじゃないですか。向こうがやっぱり、なんていうんですかね、気使うじゃないけどコミュニケーション取るのがなかなか、なんていうんですかね、ジェネレーションギャップのせいで難しかったりするのかなと思ったんですけど、まあ、常にフラットでいてくれたんで、なんかあの衣装を着てわーっていうことでもなく、一個の俳優として同じフィールドで戦うっていう感じ。くだらないこの普段の会話でもいろいろ突っ込んでくれるし、うん、そうだね、なんかこうその西畑君のツッコミが欲しくて、ゆきよし君なんかでよくボケてましたけどね。でもボケたくなりますよね、彼ね。西畑君はね、的確に間がいいからね、気持ちいいツッコミ入れてくれる、うん、なんかおじさんたちが気持ちよくこう堂々とこうボケてられる子だった、うんうん、なんていうんですかね、僕もあのこの先輩たちとその、まあ、もう年は僕だから8個離れてるのかな、でその間に挟まれてすごく僕にもあの気を使ってくれて、なんかこうすごく僕は本当に幸せな時間でした。ありますよね、よくありますか、よくあります、ね、俺はないな、全く。キエーキエーキャーキエーってことですね。気合が入る瞬間みたいな、ね、気合入れたくなるみたいな。ああ、なるほど、キエーとなる瞬間 ね、 まあ俺はそうね、スッキリ出る前かな、あの朝の情報番組スッキリっていうのあるんですけど、やっぱあの加藤浩次さんがいるんですごく緊張するんで、その緊張をほぐすためにもね、楽屋で必ずでもないな、キャーっつってね、やりたいなと思ってます、はい、やってないですけどね。まあ僕あんまりセリフでキエはなかったですけど、うん、タクシーの運転手がなんか全然返事してこない時とか言いそうになりますよね。その時キエッと、そうですね、キエッってなりますよね。まあ、僕でもこの間の北斗の拳っていうミュージカルやってて、あの時はだからキエじゃないですけど、あーたーはもうめちゃくちゃ言ってましたね。あ、やっぱ言うと気持ちいいもんな。あ、気持ちいいですね。あ、堂々とあんな大きい声で、そうだよね、やっぱ言うこ、日常でなかなかあの感情になることないですよ、なかなか言わないもんね、うん。どれぐらいの声が出るの、そういう時どういう感じなの。キャーぐらいですかね。あ、すごい反響してる。すみません、今想像以上に自分の声が出て、いや、やっぱりあ、でも今すごい伝わった。さすが舞台界のプリンス。すみません、今自分でもびっくりしちゃった。邪気が払われた気がするよ、うん、すみません。クランクインの時聞いておけばね、そんな、ね、今のテンションでシネマテテーって言える。あ、シネマテテー、あの今のキエーの感じで。あ、なるほど、シネマテテー、ね、シネマテテー。あ、でも俺も今ちょっとやってみて、ちょっと喉に負担かかったからこれ以上やんない方がいいと思う。結構でもいいね。今日何の話っていうことが多いに言う気がしてない。何何の話か。何の話ってどういうこと。シネマトゥデイさんだから、ね。うん、シネマトゥデイってね、うん、まあ、みんなでも眉間、なんか俺はなんか馬長竜ってなんかこんな感じでなんかこういう感じだったかな、ね、ストーリュー。いや、恥ずかしい。なんか恥ずかしい、まだこういう時の方が恥ずかしいですね、なんかね。そうね、なんか衣装を着てないと恥ずかしい。でも僕伊藤さんのイメージなんか、あ、そうか、これだね、みたいなことじゃないですか。そうだよね。そうだよね。そうです。そういうことだよね。でも俺はね、その決め、その時の決め顔っていうよりかは、あのフラッシュモブの時、あの時に踊りやらせてもらって、あの花束持ってあの宙吊りにされるんですけど、その時の顔でいいですか。
いいですね。すごい、うんうん、あ、要するに、うん、これ何かっていうと、来週まで、うん、何もしなくていいって、うん、あのいろんな、ね、釣っていただいたりとか、うんうん、まあ衣装も全部そうですけど、はい、あの役者はねみんな武器をもらってるんですよ、うん、もうすでにいろんな武器を、そうです、だから逆に何もしないっていう、そうです、うん、損です、そうです、損です、そうです、だからあの俺やっぱ釣られてる時が俺は一番強かったなって、何してんだろうって、ね、自分でコントロールできてない感じなの折り方がいいですよね、そう、なんか足揺れちゃってる、でもあのダンスシーンすごいよね、いや、あれは大貫さん、あれは大貫さんがもう素晴らしい、いや大貫さんはもうあのダンスシーン誰もが、うん、あれダンスアドリブなんだもんね、アドリブというか自分でそう振り付ける案外、でも原作にないシーンなんであれはそれがすっごい羨ましいなと思うよね、ありがたかったですね、あのシーン、いやーすごい、すごいプロ、うん、やっぱりプロの、くるって回ってお尻 で足こうやってつくんですよ、お尻でね、はい、音しないんですよ、一回転して、俺だったら腰骨折ってますよ。はい。シネマトデイでお願いします、ね。シネマトデイ。ああ、しっかりしてる。はい。でもね、大貫くんはね、決め顔すると大体ね、髪の毛で顔隠れてる。そうそうね。そうね。大貫くんってやっぱりかっこいいし、何かやっても様になるし。こうナルシズムがあるじゃないですか、素敵だなと思う、なんかこうやって見せてくれるんですよ、ダンスにしても歌にしても、うん、こう無茶ぶりとも言えるようなことでも、ね、一生懸命やってくれるんで、うん、勇気をもらいます、いつも、いや、あの、ありがとうございます、いえいえ、なんかすごい愛をたくさんいただいて、あの現場でもなんか本当に感謝しかないです、日々、僕の場合はあの今回監督メガホンを取った平野監督はプロデューサーとしてもあの付き合いが長くて、自分 そのデビュー作の映画何本かやってて、まあ、15年ぶりに主演の話をいただいて、まあ、僕もいろいろその俳優でキャリアを積み重ねてきて、まあ、40代中盤にも差し掛かったところで、あの主演のオファーをいただけるということで、アクションてんこ盛りのかっこいいスパイ映画なのか、賞レースにも参加するような時代劇なのかっていうのを期待して平野さんと会ったんですけど、この作品をこう書いていただいた時はすごくがっかりしました、ね、なんかこれじゃないよっていう感がずっとあって、だもう非常にやっぱりこのご時世でこういう素晴らしい舞台を設けていただいて、そういう機会を設けていただいたんですけど、未だになんか良かったのかなって、何が正解なのか未だに分からないですし、これが本当にお客さん見に来てくれるのかなっていうのありますし、ただ言えるのはそれぞれキャリアを積み重ねてきた同世代の俳優が一つの作品のために向き合って没頭してできたっていう楽しさはありましたけど、聞いた時はものすごくちょっとやるでしたねこれ本当にみんなやるのって、何回かやっちゃいけないけど降りられないかっていうことだけど、これ自分だけが抱えてる悩みかなと思ったら、割とみんなが抱えてることだったんで僕はですね、まあ、基本的にの仕事を引き受ける時で割とこう僕じゃなくて事務所に任せたりするんですけど、まあ最初衣装合わせた時、これな何を引き受けたのっていうところから入って、いやこれこれこういうものでってなってから、あこういうテイストの作品が自分に声がかかるようになったかっていう、なんかちょっと結構貴重だなと思ったんですよ。まあこの自分たちで言うのも、まあ自分で言うのもなんだけど、やっぱりね、実力をちゃんと持ってる人たちじゃないとこの作品うまくいかないと思うんですよ。心のどっかではね、これ本当やるっていうところもありましたし、でもそれをもう振り切ってやる、まあ、やるんだったら俺は振り切るよって言って、でなんかもうだから変な NG 出さないでねって言って、例えばこの格好はできないとか、こういうなんかパフォーマンスはできないとか、もうこれ引き受けた時点でそういうパフォーマンスができないとか、そういう NG は絶対出しちゃダメよって言って、もう与えられたこと全部やるからって言って、初日に結構精神的にやられるってまあでもね、本当に貴重だと思う。なかなかこの作品僕が作ってもオファーをかけれる俳優さんってちょっと限られる気がしますね。うん、そういう意味ではなんかいい年取ったなと思ってます。え、大丈夫って思うでしょ最初登場ね。やっぱり登場っていうか、あの見えるんだね、ああいう風に見えますよ。見えると俺マーセッタも知ってたんだけど、うん、なんかあの大ちゃんの部屋でわちゃわちゃやってる時、はい、あったじゃない、はい、衣装がありました、ね、あの時ね、あれと思ったもんね一瞬ね。いや思いますよ、
あれでね、女性に荷物持ったりしたいようとするから持ちますよみたいな。でもね、なんかちょっと気持ちよさがちょっと分かった感じがしたなんかその気持ちよさあった。なんかみんな俺を気持ち悪がってるなっていうところを乗り越えた精神状態、なんかねちょっとブーストしてる感じ、核変が起こってる感じが、これが俺だぞみたいなところで、みんながなんかこう、可愛い子とかがすごいって言ってんのがなんかちょっとね分かる気がした。山本浩二ネクストステージ。そうだよね、本当に恥ずかしがってちゃできなかったですよ、ね、だって伊藤さんの格好も恥ずかしいですもん。いや恥ずかしさっていうのはなんか恥ずかしさとは違うんだよね。なんかこの格好で、確かに始まりはあの衣装で、まあいろいろこう撮影のことを考えると、これで大学に行くのかとか、渋谷の街歩くのかとか、じゃあ自分はいいんだけどこれって歩くだけでセクハラになるんじゃないかっていうね。そうです。面白がって見てくれれば、それ作品になったら面白がって見てくれるんだろうけど、あの格好した人たちが街中を来るわけだから、びっくりするかなとか、演技に没頭すればするほどいいのかなって思っちゃうね。なんかその快感に変わる感覚もわかるんだけど、これが快感なのかって俺も思ったかもしれない、うん、今こうちゃんの話聞いて。僕は最初 まずあのか、こういう作品ですって言って、台本読む前に漫画を全部読んで、で、あ、守ってこういう役なんだって言って、そこから、まあ、その前にもちろんキャストは知っていて、でこの方たちがこの役やるのみたいな、それをどれくらいのこう忠実にリアルに再現するのかっていうのは分からないまま、その衣装合わせに行って、で、まあ、カツラ合わせもするんですけど、やっぱり自分に全部合わせて、かなり自然な出来上がりのカツラだったじゃないですか、できた完成したですよ、あの映像が。でそこに作り込むまでにかなり調整の時間がかかって、であの革のパンツも本当に何種類、10種類近くっていうか、かなりの数いろいろ履いてみて、伸縮性だったりやっぱ動かなきゃいけないんで、でこのバンドも太さだったり質感だったり、やっぱ伸びる方がいいのかとかっていうの、すごいなんかこだわって、監督も選ばれて、僕らも話し合ってして、すごい再現度だなって、あのまず自分のことしか知らなかったんですけど、現場でお会いした時に本当にそのまんま漫画から出てきた感じだな皆さんと思って。いいな、 そんなたくさんいろんな何回もズボンは何種類もこれじゃ踊れないです。俺あれ1個だったよそうだったんだ、現場行ったらあれ1個置いてる。俺も G じゃ何パターンも合わせてやった、めちゃくちゃだよ。でもワンパターンで15分ぐらいで終わるかなと思ってた。ほんと3時間ぐらいかかってね、本物。本物ですよ。違うんですよ、まあ、裏話っていうかね、しますよ。今回その体鍛えなきゃいけないと、この作品やるにあたってね、俺ほんと8ヶ月ぐらい体筋トレして鍛えて、で工事なんかはもともといい体してるから、俺もちゃんとやんなきゃと思って一生懸命やったんですよ。糖質制限して体脂肪率を 10% 落として筋トレして、もう作り上げて、これだったらもう俺も、まあ、まあ完璧とは言わないけど頑張ったと。でこれで行こうと思って衣装合わせ初日っていうかね、行ったら、あの戦う衣装これですっつって、あの腹筋の部分もついてたんですよ。ちょっと待って、俺は何のために体鍛えたんだとねって思って、 だけども確かにそのまあその作品が求めているね、あの腹筋はあの そんじょそこらじゃ作れないですから、あんなすごい腹筋はね、ヒデオすごいんですよ本当に。だからまあ確かに俺はあそこまでいけてなかったから、だからまあ裏返すと、あの偽物の腹筋の奥っていうんですかにもちゃんとあのシックスパックがあったっていう。まあだから俺にとってカッペって健康的になったってことですかね。ああ、良かったです。やってよかった。あの体もちゃんと絞れたし。だからまあそういう意味ではすごく参加してよかったなと思います。渋谷のあのスクランブルのところって止めはできないですもんね。うん、いや、ゲリラ的な。あ、ゲリラ的な。ある程度は止めるけどね。リハーサルでまあスタッフとか歩いてカメラ位置を決めるんだけど、でまあイキスラさんに囲まれて、あのその渋谷の交差点を渡ったんだけど、それでもやっぱエキストラさんの前でも恥ずかしいよね。そうですね。そうなんだよ。誰も別に自分を気にするの誰も気にしてはいないんだろうけど、
でも意外とこう、ああ山本さんという人意外と格好見てないんだなと思いましたけどね。そうなんだね。伊藤さんだとか大貫さんだとか小沢さんだみたいな感じで多分見てたんじゃないかな。だからでもだんだんやっぱ後戻りできないんだなっていうのを噛み締めながら撮影してた感じ。後戻り。あ、昔の俺じゃないと。いや、そういうことじゃなくて、もうこの撮影はもう始まっちゃったから。うん、ここでもうやっぱこれがもうやっぱ公開するのもやっぱりやるからには やんなきゃいけない。まあまあまあ、それはそうだね。通して。うん、だけど覚悟を決めたつもりなのに、あれ待てよっていうことが何通たって、こう現場でも本当にこういうニュアンスで、あのバカなそのシーンもみんなストイックにその作品をどうやったらよくできるかって言って、本当にこのテンションでみんな喋るんですよ。で、後々こう主観でそれをやってて、こういざ客観的にこう出来上がったシーンとか見ると、あ、こんなバカなシーンをあんなにも真剣にやってたんだってことに、あの気づいて、そう、だから大貫君はほら、まあ裸だけどもはや普通に見えたから、うん、俺の中でやっぱおかしかったのはお二人ですよね。なんかもう髪型とかすごいもんね。なんつうんだろうな、真面目にやってるんだけど、結構それでこう待ち時間とか割と芝居の話とかするんですよ。いや、でもここはやっぱりこうした方がいいって、どんな頭で言ってんだよと思って。私ちょうどこうあのレストランでこう初めて秀夫が登場する時もこうやって、うん、横向くと長くて、あれとかも結構狭いこう現場とかだとこうやってふって振り返るだけで、危ないんですよ。危ないんですよ。あの素材がほうきでできてるんですよ。そう初めて知った。だから本当に硬いし、うん、あのもし目とか入ったら危ないからね、そこら辺すごい気をつけてやってたんですけど、まあ使用前のほうきだと思うんですけどね、使用後だったら嫌ですけどね。いや、だからこれぐらい知り合いになる前に、うん、やれてよかったと思います。俺多分あの伊藤さんの格好今やったら俺ちょっと耐えられないと思うな。あの格好で体育館でこうやって来てだけどものすごいクリエイティブな現場でしたね。そうですね、うん、愛情ある、はい。まあ、だから今浩二が言ったように、もう俳優部は本当に、ね、ギリギリのところで戦ってたんですよ。素に戻ると、うん、こうやっぱり見えてる絵がすごいから、俺何やってんだろうって思っちゃうんだよ。自分も含めてね。本当にね、うん、だから本当にそのね、ギリギリの緊張感っていうのはがあるからこそ面白いっていうのもあるかもしれないですね。いや、でもその全然そういう空気をその出さないというか、その本当にもうどんどんぶつかってきてっていう感じで現場でも いてくださって、でもう本当に僕最初かなりビビってたんですけど、こう現場に行けば行くほど皆さんが、さっきも言いましたけど、本当にストイックにこのお芝居に向き合ってて、なんかこうそのエネルギーに僕ものすごく感化されて、自分も最初なんかこんな格好でお芝居するのかと思ってたのが、あの全然、いや、どうやったらこの作品に貢献できるかってことをもうひたすらに考えるようになりました。だから本当にたくさん学びがあって、ずっとパンプアップしてましたもん、撮影中、はい、食べ物気をつけてね、食べ物と、で本当に山本さんがいろいろ、本当にだってあのなんか撮ってるんですもんね。あ、まあ資格持ってて、僕そのトレーナーの、ね、だから筋トレの方法教えていただいたりとか、あの干し芋食べるといいよとか、トマトジュースいいよとか、そういう食品のこともいろいろ教えていただいて、でもね、意外と本当にね、小沢さん出来上がってるんですよ、もったいないことに。うん、そうなんですよ。あ、俺ね、今が一番仕上がってますね。あれからその撮影終わってからもちょっと定期的にやってるんで、うん、まあでも撮影には全く貢献されてないのでね、あの残念です。でも健康になれたんです。健康になれたから、うん、今回の作品ストイックな気持ちが大事だから。そうそうそう、やっぱりその役者ないからといってね、そういうんじゃない。そうじゃない、うん、もう伊藤さんはね、出てきた時のこうパルクのこう大きさっていうのかな、でも説得力あったから早々とね諦めたからね。で、雪吉君も言ってたけど、あの筋肉になるには日常捨てて本当に 2,3 年やってパッて出てくればいいんだけど、原作通りにはならないから、うん、もう早々と諦めて。いや、素晴らしかったよ、うん、まあでもその肉体疲労の映画でもないですよね。ちゃんとあのストーリーが楽しいし、うん、本当あの設定が面白いんで、今日も取材の中で幸吉君が言ってたんですけど、うん、老若男女ね、どの世代も楽しんでいただける、ね、うん、映画だと思うので、まあ、なかなか大変なご時世ですけど、感染対策をバッチリして映画館に見に来ていただけたらなと思います、うん、あの主題歌も本当に勢いがあっていいですし、あのいろんな要素で楽しめる映画だと思うので、ぜひ映画館で体感してほしいなと思います。映画カフェ、ぜひご覧ください。